攻略会議を始めましょう。どうかな？ん？頼むな。わかったわ。それではボスの攻略に向かいましょう。何ってボス攻略戦に参加しに来たんだよ。スイッチだってポットローテだって全く問題ないよ。わかった。
キリト、あなたにクリアされるわけにはいかない。ううん、何も心配されることなんてないから、もう大丈夫。私はこの世界を守らなきゃならないの。さあ行かなきゃ。アクティベート。わかったわ。後ろについてきていたので、てっきり一緒に帰ってきたのかと。おかしいですね。ちょっと外を見てきます。どうも気のせいだったみたいです。ごめんなさい。私はやり取りしましたけど、前の層を解放した頃が最後ですね。キリト君、あの話聞いた？神隠しの噂。最近行方が分からなくなってるプレイヤーが増えてるんだって。それがどうも違うみたいなの。キリト君と同じことを考えた人が始まりの町にいる人と連絡を取って生命の日を見てもらったらしいんだけど、消えたプレイヤーの名前、横線で消されてはいなかったんだって。そう、だから行方不明。キリト、さっきあの娘見かけたぜ。ああ、フィールドまでは追いかけたんだけどよ、そっから見逃しちまって。方角的には迷宮区の方だが、とっつかまえておいた方がよかったか。
地震か？なんだよ、脅かしやがって。確か80層に着いた時にも地震があったよな。地震の他にもフィールドで不自然にラグるところが増えてるって噂もあるし、やっぱなんかがおかしいのか？ちょっといいか？最近ストレアさんと会ってる？ここのところ見かけなくなっちゃって。そうなんだ。いたらいたで騒がしい人だけど、急にいなくなるとちょっとね。無事でいるならいいんだけど。けどって何か含みがあるみたいだけど、心当たりでもあるの？何か知ってることがあるなら教えてください。私たちにできることがあるならやっておきたいですし、なんていうか、またみんなで一緒に楽しく騒ぎたいじゃないですか。それってどんな？それって現実に戻ると会えないってことかしら。どういう意味なのかしら。一人になりたいとか、単純に忙しいとかかな。私はそのうち何事もなかったみたいに帰ってくると思います。ソロのプレイヤーの人は迷宮の中で何日も過ごすとかあるみたいですし。なるほど、経験値稼ぎの可能性もあるのか。あと私みたいにトレジャーハントでダンジョンにこもっているのかもしれないよ。まあひょこっと戻ってくるって方があの人らしい感じはするわね。いつもみたいにただいまって言って笑顔で帰ってくるよ。またみんなでお料理作ったりお話をしましょう。パーティーもいいわね。前に呼んだ時も喜んでたし。エギルの激辛ピザはちょっと避けたいけどね。ストレアに濃厚なキスを食らっちゃったしね。もうリズ